はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦は日本ティアナナ駆逐艦の霧雨です。霧雨は日本の造船技師がアメリカの漢方技術を利用できていたらという仮定を形とした艦艇です。本計画は他のカゲロウ型の強力な雷想と優れた隠蔽性も受け継いでいます。はい、ということで、まあ、今回はね、このレア駆逐艦の霧雨を紹介していきます。まあ、かなりレアな艦艇で、あまり持ってる人少ないかなと思います。自分もね、サンタコンテナガチャで、まあ、奇跡的に当てたんで今回紹介していきます。 まあ知ってる人ならね、知ってると思うんですけど、この駆逐艦は PC 版の、まあ、ハイスクールフリートコラボで登場した晴れ風と同じだと思われます。なんで、基本的なね、ハレカゼ知ってる人ならわかると思うんですけど、うんまあ、レジェンズしかやったことない人はね、当然知らないと思うんで、いろいろね、まあ、性能目若干違いますしね、紹介していきます。はい。まあ、要するにね、アメリカの方を搭載できているのは、まあ、アニメの架空の鑑定だからって話なんですけれども、 ま,あまずロードアウトから紹介していきます。まあ、基本的には日本駆逐艦の装備と同じで消耗品は、あまあ、消耗品は応急交差艦と装填ブースターか煙幕でエンジンブーストです。まあ、基本的にはね、正直ニック、日本駆逐艦は、うん、煙幕でいいと思います。装填ブースター1回しか使えないですしね。うん、だったら煙幕の方がやっぱり安定性が上がるかなと思いますので煙幕を装備した方がいいかなと思います。まあ、今回は攻撃性重視で魚雷装填ブースターを持ってきました。 まあちょっとね、倍狙いなところはありますね。はい。で、後端性は HP がかなり低いですね。今回は2800程度上げてるんですけど、まあ実際は1300、1 13, 万3000クラスの HP なんで、めちゃくちゃ HP 低いっていうことになります。なんで、まあ、正直、手法同士の打ち合いだとあっという間に HP 削られてしまうんで、HP を上げるか、打ち合いを避けるかっていうね、ぐらいの選択をしていった方がいいかなと思いますね。はい。で、手法ですね。手法、初期手法と言われるのは、まあ、実はこの、 霧雨は船体を、ね、3種類選ぶことができて、それぞれの船体 ABC とすると、ABC ごとに、この、まあ、性能が変わってくるんですね。おまけに魚雷の性能も変わってくるということで、かなりややこしいです。で霧雨、初期船体と雷装船体、漢方船体っていうのがあります。で初期船体ですね。初期船体は、この手法がマーク39。 アメリカのミッドウェーの空母に搭載されている複方と同じ方を装備している、通常ミッドウェー複方戦隊とも言われますけど、まあ、この手法の特徴としては、まあ、リロードが爆速っていうところですね、全駆逐艦の中でも最速クラスの手法装填速度になっています。まあ、これ、艦、ま、長、あ、効果でちょっと遅くなってますけど、普通に特化させれば最速クラスの手法装填速度になるんで、 まあ、軽は高いんですけど、先ほども言った通り h p 低いんで、まあ、正直手法をメインとして運用していくのは、全くお勧めできないかなという形です。うん。まあ、駆逐艦の処理は味方に任せた方がいいクラスの駆逐艦かなと思います。まあ、ただこの 127mm 砲は3門しかないんで、まあ、ちょっとね、軽くもやっぱ足りないですね。リロードが早くても、 やっぱ一撃威力が低いとどうしてもやっぱ打ち合いって結構難しいんですよね。うん。リロードだけが速くてもいいってわけでもなく、モ問数も多い方が良かったりします、駆逐艦はね。ずっと打てるわけじゃないんで。はい。で、さらに言うと魚雷の性能がね、これ変わってます。で、4連装魚雷でまあ、2機8問なのは影漁と同じなんですけど、はい。まあ一応ね、この魚雷は発見距離も短くて、雷速も速いし、リロードも短いんで、そこそこ優秀な魚雷です。うん。 まあ、ちょっと威力が低いんですけどね。白露タイプの魚雷に似ているそうなんですけど、まあ、ちょっと威力低めなんで、まあ、高低値だと微妙なところもあるんですけど、まあ、最低限なんか基本的な性能が揃っている、まあ、普通に使える魚雷かなってところですね。はい。で、もう一つ目、もう一つがね、これ一番特徴的な船体になってます。雷装船体ですね。はい。これ手法は、皆さんどこかで見覚えのある秋月手法を装備していますで。秋月手法は、 まあ、リロードが4.2秒。まあ、ちょっとこれも遅くなってるんですけど、スキルで。うん。リロードは、まあ、き月よりは遅くなっちゃってて、で、問数も連想をかける3問の6、うん、3期6問なんで、ちょっとモン数も少ない。っていう形で、やっぱり打ち合いはね、微妙かなっていう形ですね。まあ、AP の方が威力高いんで、状況によって AP でを使用していくっていうのも大事かなっていう感じです。で、まあ、それは置いといて、魚雷ですね。魚雷がこれめちゃくちゃ強くなっています。はい。 もう4連想7は同じとして、まあ、4連想 2K8 も同じとして、リロードも爆速かつ、震度魚雷と言われる魚雷になってます。まあ、震度魚雷は何,何度やっていうと、まあ、発見距離がね異常に短いんですけど、駆逐艦には当たらないというね。まあ、その代わり空母、戦艦、巡洋艦には全部命中するというね魚雷になってます。うんまあ、発見距離めちゃくちゃ短いんで、戦艦とか巡洋艦とかはねほぼかわせないっていうね、まあ、素晴らしい魚雷になってます。まあ、ただ相手の駆逐艦には当たらないんで、 アイテク地区は、まあ、頑張って処理するしかないと。ただ、まあその処理が完了してしまえば、射程16.5キロ、で、来速70ノットっていうね、まあ、異常なほど高性能な、うん、魚雷になってます。で、発見距離0.8キロメートルなんで、まあ、ほぼね、見えてから回避するのはね、難しいというレベルの、まあ、魚雷になってます。で、威力もめちゃくちゃ高いです。なんで、ロマン、非常にロマンのある魚雷になってますんで、まあ、 皇帝隊はね特に戦艦が多いのでティアナの隊で戦っていくには十分すぎる性能を持ってるかなってところですね実際霧雨放置してしまうと味方戦艦がねあのことごとく沈んでしまうってことも全然ありうる非常に強力な魚雷となってますなんで、まあ、基本的にはね霧雨の特徴を生かしたいんであればこの雷装戦隊が一番おすすめかなってところですはいでもう一つ艦砲戦隊ですねはいこれは影の手法を装備した、うんあのー、戦隊になってます で、手法性の自体は一番強いかなってところで、127mm 砲をリロード4秒ってことで、影よりも圧倒的に速いんですね。うん。で、威力も秋月手法より高いんで、で、おまけに秋月手法よりリロードが速いんですね。ってことで、まあ、手法性能は一番高いかなっていう感じになってくるかな。しかも6問なんで、まあ、ミッドウェー砲よりも、まあ、倍の手法問数があるということになってますんで、まあ、火力も高いと。 いう形ですなんで手法はねかなりおすすめなんですが、まあ、魚雷がね一番弱くなってますまあ来測こそ早いんですけど、まあ、威力が低くて発見距離も長いっていう形でなんかちょっと性能がね落ちてますリロードも遅いという,、うん、いう形でまあ軟臓に手法の威力が高い分魚雷の性能が削られてしまっているっていう形ですねまあただ真の魚雷は駆逐艦には当たらないので、まあ、しっかり前線で戦っていく立場にしたいのであれば、うん、まあ別に この駆逐艦にあたるる、ね、魚雷も十分な性能はしてるんでまあいろいろ、まあ、ややこしくなってきたんですけどまとめると、まあ、個人的には、まあ、やっぱりロマンのあるこの雷装戦隊がおすすめかなっていうところですねうん主砲戦隊はどうしてもね相手の駆逐艦と打ち合うっていうことを考えるとまあ切り裂めの HP では厳しいのでまあ魚雷をうまく生かしていける戦い方ができるといいんじゃないかなって思いますはいというわけで雷装戦隊で今回はね戦っていきたいと思いますそれでは早速戦闘に移っていきましょう はい、それではね、きりで戦っていきましょう。マップはワナです。空母マッチングですね。まあ、今のところ4連続ぐらい空母マッチング引いてるんですけど、まあ、空母いる分ね、沈める相手が1席減っちゃうんで、まあ、正味空母いらないなって言いたいんですけど、うん、まあ、あと魚雷見られちゃうんでね、きりさめ時代の対空火力もそんな全然高くないんで、なおさら空母やめていただきたいっていうね。 はい、まあ、とはいえ、いるもんはしょうがないんですけど、まあ、射程がね、19.1km の、ま長射程、えー、魚雷と、深度魚雷っていうことで、まあ、巡洋艦以上にしか当たらない。で、相手艦艇は、うん、まあ、t ア6 7マッチングなんで、まあ、割といい構成ですね。で、たい罠って、やっぱりね、この、どっちかに、味方、敵味方、寄りやすいんで、そうですね、寄ったところを、 まあ沈めていくっていう感じやってった方がいいで、切りの HP はねやっぱ低いんで、相手艦隊との打ち合いとかはねあんまりうんあんまりやりたくないなっていうねところですね。さあ、そしてレックスのバックは見えますが、とりあえず大丈夫そうです。いきなり踏んでますね、キャプチャー。ああ、でもこれ見られたか。 爆撃まではされなさそうですアトランティコの方に向かっていきましたとこれどうしようかな B キャップは取るか取らないかってのも結構大事で今回ちょっとかなり攻撃的にね煙幕も持ってきてないんでうんやるかやらないかっての結構難しいところですはいであーこれも一緒そうだな 座礁、はい、したローマに一車線打っておきます。いやー、もう一発打ちたいけど、ちょっとこのままバックしていきそうな感じがあるな。いやー、で、関西気スポットがうっとしい。うん、とにかくうっとしい。で、相岩に打ちます。はい、消えたと。相手駆逐一石全部見えたのか。全部露出したんで、そうですね、これなら、割と何とでもなりそう。 ですねで、まあ、ローマに放った魚雷も、まあ、ローマはやっぱまた最前進しているんで当たりそうですね、まあ、正直これ進路上にある物体には、うん、基本的に当たる魚雷なんでこれ面白いよというところで、はい、ローマに魚雷が3本命中で激進と OK ーーですね、まあ、いきなり装填ブースター使っちゃいましたけど、まあ、使っただけのまあ 一応ったかシーキャップ方面で味方、駆逐が引き潰されてしまったんでそうですね、まあ、ちょっとこれはシンプルに不利なんですけど、うんまあ、駆逐2隻側なんでね、早く A キャップ味方を取っていただきたい、まあ、ローマが落ちるまで待ってたんですかね、はい、ローマ落ちたんで取ってもらいましょうですぐ相羽に来撃相羽は前進していくと思いますけどねこれ打たれ始めてるんでうん 心理的にやっぱ撃たれ始めると前進して逃げようとするのがまあ戦艦なんで、まあ、どちらに移動してもヒットするやうにはしたんですけどあれそんなこと言いながら俺も脱出しちゃったああでもああいうバックしていくなこれは面白くなりそうで空母マッチングではね、まあ、基本教科書通りの戦い方するんであれば対空砲はまず基本は切っておく基本オフですね、はい で、相羽に放った魚雷はいい感じで3本は狙えそうですね、命中、はい。3本命中見込みで、うん、いいダメージ。本当、威力も高いし、ね、もうあの戦艦がかわせる、もはや来速,速70ノットで発見距離もめっちゃ短いんで、まずかわせないと。 しかし、アイオアが結構、なんていうか、うん、すごいなぁと思いますね。このちょっと、ちょっとさすがに、前後運動しすぎで、なんか、誰か、味方がぶち抜いてくれれば、嬉しいんですけどね。というわけで、前線に来たんで、まあ、ここからは相手駆逐艦との戦いにも、うん、なってくる状況ですね。うん。まあ、ただ、空母もいるんで、まあ、そこまで、 接近戦にならないで済むんじゃないかなとちょっと期待しています。はい、で、振動魚雷、魚雷は、まあ、今、絶賛向かっていってますね。相手観点にとってはこれ、あらゆるというかかなりのリスクです、本当に。射程もめっちゃ長いし。あー、で、ベンソトに見られたかな、これ、魚雷。うん、まあ。とりあえずは、ま駆逐、別に迎撃しないでも、まあ、空母がこうやってやってくれてるんで、まあ、とりあえずは、 相手艦隊を迎撃していく形でもいいですね。強、う、移、んまあ、度的に言うとやっぱりこのヒッパーあたりが結構脅威なのでこの辺りを狙っていきます、うんまあ、ソナー使われるとさすがに厳しいですがソナー使えていないともう回避は不可能です、見てから回避は、ね、無理ですね。 ヒッパーはちょっと魚雷を警戒している感じがあるんですが割とティルピッツはうん強気に突っ込んできているあでオーディンを沈めて突っ込んでくる形ですかねうんでもオーディン沈めたことでちょっと進路が変わってしまいましたねうんオーディンが落としたんでまあ若干というか方向を変えてきてます ここロチェスターいるんでいいですね。あー、で、オーディン、魚雷、あ、ティリピッツ魚雷命中したか。まあ、一本命中。で、正面に駆逐艦2隻なんで、結構これ、警戒必要です。はい、で、ネルソンに雷撃をしていきます。 ちょっと釣っても面白いん釣り砲撃しても面白いんですけどちょっと HP に余裕は切りさめないんで一応控えておきます、はい、ネルソンは前進してますがネルソンの速力だと、ね、回避できる幅が非常に短い小さいんで厳しいんじゃないかな、はい、でロチェスターいいですねいい火力ロチェスターがティリピツを落としてくれれば OKOKOK さらに立ち回りしやすくなる で、ネルソンは魚雷、かんづいたのかないや、でもかづいてるわけではないですね。これ、かわせないだけ。はい、日本、さらに命中で。アトランティコは、まあ、突貫していきますね。で、暁も見えている。ロチェスターが非常にいい立ち回りしてくれてるんで、これ、このまま、まあ、ヒッパー落としてくれる。ん何が起きた 相手区築まだ3隻生きてるのかちょっと行き,過ぎだ行き過ぎてるっていうか相手区築の生存率が高すぎますね逆に味方はあでも味方もある程度いるかはいまあ主砲援護射撃して,撃していや落としきれなかったけどまあ瀕死なんでなんとかなるでしょう 久保、うん、マッチだからやれると信じたい非常に強気なロチェスターはを仕留めにかかっています私ももちろん打ちます手、まあ、砲はね一応1 0 0空き秋月砲なんですけど、まあ、3機6門だとちょっと威力不足でリロードも別に特化してるわけじゃないんで遅いですしまあちょっと 手法で戦うには弱感というか無理があるかなっていうねはいまあ、ただうんレックスが来てるんだかここロチェスター落とされてほしくないなーって思っちゃうんですけどねロチェスターだいぶ重要な戦力だなっていうふうに思いますロチェスターの対空火力が欲しい、うん、スポットは俺が取るんでああで暁があれか外周回ってやって てるんだけどいやーロチェスタ落ちたかうーんなるほどドンマイすぎるただレックスも逃げてってるんでこれうまい具合にレッキシントンに魚雷が当たる可能性が出てきましたねはいで空母が味方空母なんだっけ昇格か昇格はワンチャンネルソンやれるんじゃないかなっていう ギリギリネルソン耐えてますが、火災で落ちるか。できればちょっとね、キルパクでも何でもいいんで、キル取って軽くアップした状態で、あの、サマーズと戦いたいっていう思いもありますけど、さすがに耐えないか。で、レックスに魚雷が、これいいですね、向かってるけど、これ当たるか ?2、3本、3、4本ぐらい当たれば落とせると思うんだけど。 あ、オッケー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 。いや、いいですね。しかし、使いやすいっていうか、めちゃくちゃ使いやすいじゃん、このぐらい。あ、てか、やべ。興奮しすぎて、C キャップを放棄してしまった。うん、まあ、ただもう、取り、取らなくてもいいでしょう。うん、まあ、この空母マッチだとね、空母憎しで、空母を絶対倒すマンになってしまう、まあ、駆逐も多いんで、ま、あ、ちょっとね、あんまりよろしくないですけど。 まあ空母はそもそもでもこのんどぐらいかわすかわさないもないか <laughs>。でも昇格、ちょっとあれじゃない全くサマーズの剣とついてないのこれ。最終位置的に昇格に向かっていってるようにも見えるんだけど、完全に空ぶってる。さすがにその状況で裏行けんのか。でもまあ空母が感覚的に分かっているのか。 うん、普通に考えるとちょっと空母の正面あたりにいそうな気がするんですけどね。うん、これは、ああ、でも気づいて、関西機上げて、まあ、やっぱそのあたりだよな、ね、そのあたりいそう、すごいいそうなんだけど、いない。<laughs> いない。やばい、これは完全にかくれんぼ。 空母がが発見さされたんじゃないかでもすにああ、魚雷来てる。コロラドに魚雷来てますね。しかもいい、なかなかいい魚雷になっちゃってる、これ。いや、これはちょっと空母の索敵がちょっと甘すぎるっていうお話になっちゃうんですけど、コロラド、壊位置されてしまう。<laughs> ちょっとかわいそう。ちょっとてか、結構かわいそう。 うん、未だに位置わかんない。これ下じゃないうん、もちろん空母の感覚に任せるけど。これは撃って、あの、発砲発砲することで探すっていう。うん、なんか感謝しまくってますけど、ちょっと早くサマーズ。<laughs> なんでサマーズ探せないのこれ。絶対いるでしょ。何やってんのこれ。

せめて見全く分かんないもう見当物開幕見当物使わないうーん分かんないっぽいですね魚雷の来た方向的に南に向かってると思うんですけどねまあサマーズ対空火力ないからああ終わっちゃったはいちょっとまあ <laughs> あれでしたけど うんまあ、しかしながらね、切り裂めのやっぱ凄まじい火力出ますからね、これ。まあ、できればもうレジェンダリーマッチにぶち込んでほしいぐらいの空母少ないんでね。はい。<laughs> レジェマッチにぶち込んでくれないかなっていうぐらいの感なんで。まあ、戦艦ね、多い7、6マッチング、7、8マッチングでは強い、なおさら強いんですけど、もっとね、レジェンダリーの方がもっと稼げるかなっていう気はしますね。はい。まあ、マッチングしませんけど。うん。 まあ、てな感じでね、まあ確かに対戦艦は当たり前ですけどね、対戦艦、対巡洋艦は超強いまあ、ですけど、やっぱ対駆逐をね、どう生き残っていくか、まあ今回ちょっとふわっとね、生き残ってしまいましたけど、がっつりしてくる相手だったら結構大変かなって思います。はい、まあただ強いんでね、面白いですね。はい、えー、それではね、レア日本駆逐艦である霧雨、はい、紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。